はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューしています。普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれども、その他のジャンルについてもチャンネルページに再生リストが作ってありますので、よろしければそちらをご覧ください。またこの動画の説明欄にもですね、再生リストにリンクが貼ってありますので、よろしければお使いください。で、今日ご紹介する本は、日本人の海外不適応というタイトルの本になります。で、この本は見ていただいて分かるように、非常に古い本で1980年に発売されている本になります。で、なので内容としてはですね、ちょっと古すぎて参考にならない部分が多いのかなというふうに思いながら読んでいたんですけれども、実は今読んでも、本質を捉えていて納得感のある内容だということが分かったので、最後まで読みました。で、実は私ですね、もちろん日本人なんですけれども、今海外で暮らしています。で、そういった意味ではですね、日本人が、まさに海外にいて、適応しようとしていると、また、適応できないでいる部分も少なからずあると、そういった環境になっています。ですので、そういったバックグラウンドを踏まえながら、読ませていただきました。で、内容としてはですね、今言ったように、日本人で海外に暮らしている人で、いろんなパターンがあると思うんですけども、駐在員であったりとか、海外旅行で単に来た人とか、あとは日系の移民とか国際結婚した人とか、そういったいろんなパターンがあるんですけれども、その人たちが、どういった適応不適応を見せているかということを説明していて、例えば自殺とかですね、精神障害を起こす、また何かドラッグ等の中毒になってしまう、また犯罪に手を染める、また犯罪に巻き込まれると、そういったような、不適応現象がありますと。で、その理由について、海外特有の状況を説明しながらですね、解説をしているというような内容になっています。で、例えばですね、その海外っていうのは一般的に日本人から見ると愛社精神に欠けるところがあると。なので、なかなか、締め切りも守らないし、仕事よりもプライベートとか自分の都合が優先されてしまう、そういったところに日本人が、例えば仕事で行くとですね、日本の本社からはどうなってるんだって、これは頑張れっていうふうに言われるんだけれども、実際現地の人は全然動かない。別に悪気があるというわけではなくて、文化として、そういうような、仕事のスタイルになってないので、なかなか動かないと。で、そうすると、例えば駐在員の方っていうのはスタッフ、本社のスタッフからの、プレッシャーと、また現地の人たちがなかなか動いてくれないというような状況の間に挟まれて、非常に大変な思いをしますよとかですね、あとはその本社からスタッフがゾロゾロやってきて、そのアテンドが大変だとか、結構私は実際そういった駐在員という立場なんですけれども、本質を捉えた非常にいい解説が多いなということを、感じました。あとはですね、意外だったのは、例えば、この本はですね、日本人の海外不適応というふうに書いてありますけれども、その海外に例えば旅行に行った人や駐在で、過ごしていた人が日本に帰った時に、どういった不適応を見せるのかと、そういったところにも、注目して解説されています。例えばですね、その日本人が海外に行くとですね、さっきも言ったように、海外の文化っていうのは、比較的こう、時間にルーズであったりとか、またそのプライベートを優先する傾向がありますと。で、そこに適応しているがゆえに、日本に帰ってくるとですね、仕事のスピード感についていけない、日本人の方が、少なくとも短期的に見るとですね、物事を効率的にこなす傾向が、強いと思いますので、そのペースについていけないとかですね、また日本人のきっちりしたところっていうのを、どこか忘れていて、逆に言えば海外に適応しすぎてしまって、日本に戻ってきた時にそのきっちりしたところに、ストレスに耐えられないとかですね、そういったような不適応の例っていうのも、紹介されています。で、ちょっと長くなりそうなので、細々は言わないんですけれども、例えば欧米に、行った人はこういう不適応を、生じることがあったり、また、東南アジアの、地域だと、こういう不適応があったりとか、そういった地域によっても事情が違うことによって発生してくる、不適応であったりとか、そのあたりも非常に詳しく、具体的に書かれていて、素晴らしいなと思いました。で、これは日本人の海外不適応ということですので、例えば今私がお話したような会社員として駐在員として行っている方の奥様とかですね、お子様についても、どういった不適応の事例が発生するのか、例えば面白かったのは子供さんで言うと、学校に日本人というのがあんまりいないと、
だから仲良くなるのかなと思って読んでたんですけれども、実はそうではなくて、その仲良くなった少人数の日本人の中で嫌われてしまうと自分の居所が本当になくなってしまうと、全くゼロになってしまうということが子供ながらに分かるので、実は距離を置いて、まあ、あの仲良くもないし仲悪くもないというような人間関係の築き方になってしまうとかですね、まあ非常に実際にそういった文化やあの違いっていうのを経験してみないと分からないところまで非常によく解説されているなという印象でした。あの私自身もですね、海外にいるんですけれども、やっぱり周りには日本人以外の人種の方が多いです。でそういった環境の中で、じゃあどうやって日本人と、つるんでいくのか、まあ、つるむという表現が正しいのか分かりませんけれども、付き合っていくのか、また、現地の人と付き合っていくのか、まあ、そのあたりはですね、良くも悪くも、コントロールしたり、またできなかったり、まあ、辛くなったり楽しくやったりしながらやってますので、まあ、そういった、こう現実的な、適応不適応っていうのを、まあ、理解する意味で非常によく書けた本だというふうに感じました。はい、ちょっとダラダラとお話をしましたけれども、今日は以上になります。もしよろしければ、チャンネル登録と、グッドボタンの方もぜひよろしくお願いします。また読んでほしい本のリクエストとあればですね、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、以上になります。